今日からパパは神様です。第1話。突然現れて、神様とか父親とか意味わかんない。ありがとうございます。ここってお母さんが働いてたお店。あら、四つ葉ちゃん。母がお世話になりました。何かあったらいつでも来てね。これ持って行って。どうも。今日授業参観だったでしょ。はい。お母さんずっと言ってたのよ。いつも仕事で行けないから、今回こそは絶対見に行くんだって。張り切ってたんだけどね。ただいま。お風呂沸いてるよ。プリント捨てたはずなのに。今日ママのハンバーグがいい。そんなの聞いてないし。君、こんな時間に何してるの？危ないから家まで送るから、住所教えて。私の家ってあの家でいいのかな？それとも施設？お母さんは？いません。え、じゃあお父さん？いません。おじいちゃん、おばあちゃんは？誰か親戚？いないです。コロッケもこんなに食べられないので、よかったらどうぞ。じゃあ学校に確認するよ。その制服いちご賞だよね。家族と喧嘩したのか知らないけど、嘘ついてたら怒るからね。やれやれ。めんどくさい大人だ。何回も言わせないでよ。私にはもう家族は誰もいない。帰るぞ。神？この子のお父様ですか？そうだ。証明できる書類はお持ちですか？あ？んなのねえよ。本当の親子かどうか確認が取れるものがないと納得できないので。めんどくせえな、人間界は。俺はな、な紙切れなんてなくたって、誰がなんつっても父親として絶対こいつを幸せにしてやるって決めたんだよ。俺は四つ葉の家族だ。その手をどけなさい。だいたいその格好といい怪しいんだよ君。仕方ねえ、力ずくでやるしかねえな。待ってよ、何する気？やめて。ゴッドパワー。まぶしい。お父様ですね。お気をつけて。ちょろいぜ。で、なんでついてくんの？悪ガキを迎えに来てやったんだ。感謝しろ。頼んでないし。素直じゃねえガキだ。いやー、何すんの？下ろしてよ。可愛くねえガキにはこうだ。くない。雲の上乗ってる。俺様が雲製造機で作った雲だからな。それタバコじゃなかったの？俺預かりもんだ。内緒だぞ。展開に見つかったらやべえんだから。これってお母さんの血。四つ葉ちゃんへ。突然遠くへ行っちゃってごめんね。いつも仕事で寂しい思いさせたね。本当は授業参観も卒業式も成人式も近くでもっといろんな四つ葉ちゃんを見たかったな。でも離れていても
私はあなたのお母さんです。これからもずっとあなたを見守っています。 PS、 マカさんはちょっと変な神様だけど、きっと幸せにしてくれるよ。ガキのくせに一丁前に我慢なんてしてんじゃねえよ。笑いたいときは笑え、泣きたいときは泣け。お前は一人じゃない。泣いたら現実だって認めないといけない気がして、泣かないようにしてた。でもお母さん、本当はずっと悲しかったんだ。大きい手のひら、あったかい背中、ここなら誰にも聞こえねえよ。お父さんってこんな感じなのかな。せま、三つ葉さん。おいガキ、行く前には行ってきますだろ。ちゃんと行ったし。ねえお母さん、行ってきます。あれから始まった神様との生活も。あ、相手に伝わってねえのは言ってねえのと同じだ、こら。案外悪くないです。みんな見てくれてありがとな。気になる続きはコミックスでチェックしてね。